皆さんこんにちは。チーム方針の正解が未だによく分かっていないミルミルでございます。今回なんですけれども、エキサイティングプレイヤー登場プレゼントスカウトということでね、10連無料のめちゃめちゃ有料なガチャ、マジコナミさんありがとうっていう感じのガチャがね来ていましたので、今回はヤクルトのねエキサイティングプレイヤー石川選手を狙ってこの10連を引いていきます。またね、手持ちにこの間のねイベントで手に入れたエキサイティングプレイヤー契約書第1、2弾の1パックとエキサイティングプレイヤー契約書第1弾の1パックありますので、今回はこの2パックプラス先ほどの10連でヤクルトのエキサイティング選手を狙っていきたいと思います。そしてですね、今回もガチャ動画の前に無課金純正サクッと解説というところで、前日から開催されているエキサイティング大抽選会ですね、プロスピ大抽選会っていうイベントについて少し解説をしていきたいと思っております。はい、なので今回の動画の内容はこんな感じになっております。まずですね、前半の方でプロスピ大抽選会はね一体どんなイベントなのかっていうところ、またこのイベントって何すればいいの、最低限すべきことって何っていうところをね一つと、まあこの抽選じゃあ実際どれに応募していくべきなのっていうところの解説をね、初心者向けにはなると思うんですが解説していきたいと思います。はい、その後にエキサイティングのねパックを2パックと10連を回していくっていうような流れにしていきたいと思います。タイムスケジュールを動画の概要欄のところとね今動画に表示しておきますので、もしね解説いらないよっていう方はパック開封のところまでガチャのところまで飛ばしてもらって見ていただければ幸いかなと思います。それでは早速いってみましょう。はい、というわけでまず大抽選会イベントについての解説をしていきたいと思います。まあ、こんな感じで解説していければと思うんですけれども、まずどんなイベントかっていうところですね。はい、でどんなイベントなのかっていうところなんですけれども、これはまあもう読んで字のごとく、試合とね、ログインボーナスで抽選券を入手して、そこから好きなねこちらの賞一覧 A から何まであるんだ H までありますね、欲しいものに応募をして、当たれば商品をもらえるっていう、まあ、完全にゲーム性のない、運ゲーのイベントになります。なので基本的には参加することに意義があるっていうところかなと思います。はい、で最低限しなければいけないこと、何をすればいいのっていうところなんですけれども、こんな感じになってまして、大きく2つで、とりあえずその1日にね獲得できる抽選券、こちらを、しっかりと獲得していくっていうところが重要になるかなと思っています。で1日に獲得できる抽選券なんですけれども、このページに、1日1回ログインすることで毎日1枚もらえますね。であと合わせて、まあ、試合 V ロードですとか試練系の、スタミナを消費する系の試合をねこなすことによって1枚もらえまして、1日最高で5枚までですね。これをとりあえず確実に入手していきましょうっていうところが大前提になっていきます。はい、でもう一つが忘れずに応募すること、こちらに関しては大抽選会の、まあ、イベント説明を見ていただければわかるんですけれども、残念賞っていう、ここに残念賞って書いてあるんですけれども、抽選券1枚1枚応募してもし外れてしまった場合、外れたチケット1枚ごとに1エナジーと交換してくれるんですね。なので応募しても外れてしまった場合、まあ、エナジーと交換してもらえるので結果的に得にはなるんですが、詳細を読んでみると、未応募のまま消費した抽選チケットは残念賞と交換されませんって書いてあるんですよね。つまり応募をね期日までに行わなかった場合、それはなかったことになってしまうんですよね。はい、なのでもし本当に応募したものがね、たとえ全部外れだとしても、応募しておけば35エナジーとか36エナジーぐらいしっかり獲得できるのに対し、応募しなかった場合は何ももらえないので、その点はね注意していただきたいところかなと思っております。はい、では続いてどれに応募すべきかっていうことなんですけれども、まあこれに関しては正直正解は、ないです。はい、本当にね個人の思うように入れるべきかなとは思っておりますが、そうですね、気にしてほしいのはやっぱりこの応募数のところと実際に当たる本数のところですね。特に A 賞なんていうのはみんなの応募数が354万枚ですね。はい、現在6月のね20日の21時時点なんですけれども、このぐらい応募が入っています。その割に A 賞の当たる確率っていうのは30本
なんですよね。はい、なのでまあ当たらんよなっていうところが安易に想像できるかなと思います。というようにこの辺の確率を気にしつつ自分はどこをね目指していくのかっていうところかなと思います。でまあアドバイスは特にできなかったんですが、僕がどうするのかっていうところなんですけれども、僕の入れ方としては、これ毎回そうなんですけれども、まず基本的に、全体に1票ずつ入れます。はい、 ABCDEFG、H までですかね。まあ H は入れても入れなくてもいいんですけど、まあ基本的にまず1回1票ずつ入れることにしています。で、これはなぜかっていうと、もちろん A 賞、B 賞なんていうのは当たる可能性もないので、まあ入れなくても入れても入れなくてもいいんですけど、まあ宝くじ買わなきゃ当たらないに、まあ、近いもので、とりあえず1本をね、入れておけば、何かね、何かの間違いで当たる可能性もあるので、はい、その可能性を信じて、まあ全体に1票ずつ入れてるっていうところです。はい、で、残りのね、本数30本近く残ると思うんですけれども、その残りは全てこの S ランク特訓コーチに、いつも入れるようにしています。それはなぜかっていうところなんですけれども、この A 賞、B 賞、C 賞とか、この辺のね、応募の欄を見ていただくと、当選は1人1本までって書いてあるんですよね。当選は1人1本まで、これどういうことかっていうと、ここに例えば30枚のチケットをね、全部使ったとして、もしね、抽選されるんですけれども、その30枚チケットを入れたとしても、当たるのは1本。なんですよね。なんで1本入れて当たっても30本入れて当たっても、まあ、1本しかもらえないっていうような賞になってます。それに対して S ランク特訓コーチ、これなんですけれども、これに関しては当選が1人1本までではないんですよね。なのでもし30枚ここに突っ込んで30回当たることができれば、 S ランク特訓コーチを30枚手に入れることができるんですよね。全部当たるなんてほぼないんですけど、可能性があるんですよ。なのでそう考えると、例えば F 賞とかにまあ頑張って10本20本入れて1本当たったとしても、他のなんか19本が無駄になった気がしてしまうんですよね。多分無駄にはなってないんですけどね、確率を上げているので。だったらその1枚1枚に可能性があるこの G 賞に入れておいて、アイテムをいっぱいもらいたいなっていうところが個人的な、気持ちなので、僕は G 賞に全部入れることにしています。はい、で H 賞に入れても全然いいんですけれども、 H 賞の場合、応募数がね今まあ16万ちょっとに対して、本数的には90万本用意されてるんですよね。なので、まあ、ここに全部突っ込めば、まあ、確実って言ってしまうとあれですけど、ほぼ全部当たるんじゃないかなっていう確率になってます。ただこのチケットですね、抽選チケット1枚が外れた場合、エナジー1つと交換されるんですよ。なのでそう考えた時に、他の賞に入れて外れて1エナジーをもらうのか、確実に5000コインを手に入れるのか、1エナジーを取るか5000コインを取るかっていうところが、鍵となってくるかなと思います。もしここで今かなりコインが苦しくて、もしエナジーよりもコインが欲しいんだっていう方にとっては、この H 賞っていうのはすごい美味しい賞なので、入れた分だけ5000コインがもらえると思っていて全然問題ないぐらいの賞です。なので1エナジーよりも5000コインが欲しいな、チーム事情的にコインがめちゃめちゃ欲しいっていう方は、 H 賞を、まあ、全部入れなくてもいいですけど、例えば10枚入れるとか、10枚入れて5万コインですからね、はい、20枚入れて10万コインなんで、欲しい分だけちょっとこっちに振っておくっていうのも全然ありかなと思います。はい、というわけでエキサイティング大抽選会の、イベントサクッと解説はこれにて終わりたいと思います。はい、それではエキサイティング契約書開封とエキサイティング10連ガチャやっていきたいと思います。まず最初に契約書の方からやっていこうと思います。まあね、過去動画でね、エキサイティング選手別に欲しくない、まあ欲しくないとは言ってないんですけれども、優先的ではないっていう話をしてはいたんですが、まあ手に入るに越したことはやっぱりないわけですよね。雄平選手もまだ2020シーズンのね、雄平選手をまだ手に入れていないので、ここでエキサイティングプレイヤーで手に入ればもう万々歳でございますっていう感じですね。第1弾の方が雄平選手が当たる確率があると。でもう一つの方が第1弾第2弾が当たるエキサイティングプレイヤーの契約書なので、これは雄平選手も石川選手も当たる可能性があるっていう感じですね。まあもう本当にもうこの契約書からだったらどっちが出てもいいなって思ってるぐらいの感じです。理想は雄平選手が欲しいですね。はい、というわけでじゃあ第1弾から開けていきますか。こちら第1弾のエキサイティングプレイヤー契約書、こちらで雄平選手を獲得していきたい。確率はね12分の1なので 8.333% っていう感じですね。じゃあまず第1弾契約書を開けていきたいと思います。1枚目ドン。
さあどう来るかね。まあ演出に関してはねあんまりもう期待しないので行きましょう。はい、紙吹雪演出からの超で逆転するな。はい、お、ここで青く燃えましたね。さあここで雄平選手を引いていければ神引きと認定しましょう。さあ来い神引き来い。あー金子千尋選手、はい、いいですね。金子選手かっこいいですよね。金子選手の写真ね、これすっごいうね伸ばしてるけど。というわけで雄平選手は当たりませんでした、残念。うん、まあ無料のチケットだから仕方ないですね。はい、じゃあ続いていきましょう。こちら S ランクのエキサイティングプレイヤー契約書第1-2弾、これはねどっちも当たる、契約書ですね。ロッテのね井上選手が引いてくれたこの契約書に祈りを込めて、石川さんでも雄平さんでもいいけど一番欲しいのは雄平さん。それではいきましょう。ドン、雄平さん、雄平さんどうぞどうぞ、雄平さんいらっしゃいませ。ドン、お、ここで石油王が来ましたね。久しぶりだなこの演出見るの。さあ確定演出が激アツのまま最後までいきますが、さあ何が出る、来い雄平さん、雄平さん、おすごくないこれ、これはやばいね。今度からずっと動画撮りながらガチャ回そうかな。これはすごいな、24分の1だよ、だってすごいすごいいやーありがとうございます。これはチーム強化になりますね。うわー激アツ、ちょっとテンションがやばいな。いや今回はね演出のままというかね、演出に期待した通りの登場でしたね。はい、ありがとうございます、やった。さあというわけでね、まだ10連が残ってるわけですよ。はい、これもねもうもちろん引いていくんですけれども、じゃあもうこうなったら狙うは石川さんですね。はい、もう石川さんをお迎えして、まるでエキサイティングプレイヤーに課金した純正ヤクルトみたいなチームにしていければなと思っています。能力的にね9位制球スタミナともに1ずつ上がってるので、スタミナが70に乗ってるんですね。こう見ると見栄えが結構いいですよね。じゃあこの1回限り無料、コナミさんありがとうと言いながらこの10連ガチャ10連スカウト引いていきたいと思います。では石川さん狙っていきます。コナミさんありがとう、ドン、お、あれこれ熱いぞ、ちょっと待って、あるぞこれ、しかもなんなら複数匹あるかもしれん。さあ来い調子くん、絶好調、はいレッツゴー。おー、ノーマル調子くんじゃなくて赤調子くんでしょね。さあ長押しレインボー来い、こっから一段上げて、相変わらずこっちの演出は分かんない。まあいいや、はいリリース行きましょう。足元虹色、うん、赤い、まあまあいいでしょう。はい、そこから飛んでいく、さよなら。そして笑っていく調子くん、ありがとうございます。はい、京田選手2枚目、お、来た、おー、レアード選手ありがとうございます。あれ S 確定分、エキサイティングの確定分はまた別なはずだから2枚引き以上確定、やばいな。3枚目、島津選手4枚目、今井達也選手5枚目、ビシエド選手6枚目、ソト選手、はい、7枚目、戸亀選手8枚目、若月選手9枚目、藤岡選手、ここで多分エキサイティングが確定きますよね。ここで石川選手が来たらもう激アツの激アツ。運命の10枚目、片言、運命の10枚目いきます、ドン、石川さん、うーわあれマジ、え、嘘、そんなことあるやばい、明日交通事故で死ぬかもしれんコナミさん本当にありがとうございます。あれ自チーム確定じゃないよねこのガチャ、やばすぎるだろはい、というわけで10連ガチャ2枚引きからの石川選手引きという激アツに激アツな引きをしてしまいました。ありがとうございます。やっぱり自チームじゃないよな、二度見するわ
はい、というわけで今回はエキサイティング大抽選会のポイント解説とエキサイティング契約書2連開封からの無料プレゼント10連ガチャを引いていきました。いやー、この動画撮ってよかったって思ってます。はい。というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。プロスピの動画ね、毎日更新ではないんですけれどもちょこちょこ上げていければと思っておりますので、もしねこんな動画上げてほしいなんていうようなご要望ご意見等ございましたらコメントまで書いていただけると嬉しいです。またね、もっと伸びてほしいとかねコメントねいただいてる方本当にありがとうございます。本当に心の支えになってます。はい、なのでぜひ高評価コメントいただけると非常に嬉しいです。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。次回のプロスピ動画でお会いしましょう。それでは。